ありがとうございます。
お客様が聞いてくださってたんですけども、ファンステージ前よりたくさんの方が聞いてくださっていて、とても嬉しく感じています。ありがとうございます。改めまして平山奈美と言います。どうぞよろしくお願いします。私にとってなくてはならないものやなと改めてこの自信があってから感じさせてもらいました。もうライブをしてると本当に嫌なことも忘れますし、もう皆さんの顔を見てるとこっちが元気をもらってます、ね、本当にありがとうございます。毎週のように、ライブ活動をさせていただいております。土日はほとんどライブをしておりますので、ぜひ、初めて見た方も、そうではない方もぜひ土日私の歌を聴きに来ていただけたらすごく嬉しいなと思います。今日は、このステージで、私は終わりになりますが、この後さくらゆかちゃんが登場して、最後に歌ってくれますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。明るい曲を2曲お届けいたしましたので、続いてはちょっと、しっとりと皆さんに聴いていただきたいなと思うんですが、1曲目に笑って過ごそうという曲をお届けいたしました。この笑って過ごそうという曲は私が初めてリリースした CD の中に収録されている曲で、もう6年ぐらい前に作った曲なんですけども、また先ほども少し言わせていただきましたが、7月の22日に新しいアルバムを発売させていただくんですけども、また後ほど詳しくお知らせさせていただきますが、その7月22日に発売のアルバムの中に笑って過ごそうという曲が、違うバージョンになって、再収録されます。ぜひともこちらも楽しみにしていただけたらなと思うんですが、7月の22日発売のそのアルバムの中から1曲、またお届けしたいなと思います。先ほども、笑って過ごそうという曲6年ぐらい前に、発売させてもらったと言いましたが、私は、こうしてソロ活動を始めて今、7年目になります。今日もこうしてたくさんの方に聴いていただけることが今でも夢みたいで、今でも奇跡みたいに感じてるんですけども、なぜかというと本当に初め、私はもう本当に実力もなくて、もう歌もめっちゃうまいとかじゃなくて、もう本当に私は歌が好きってだけで、音楽活動をやりたいと思って始めたので、もう初めはお客さんが本当に全くいなくて、応援してくれてる方ももちろんいなくて、そんな、ところからスタートしまして、今日はというかもう最近は本当にたくさんの方に応援していただけるようになりまして、もう感謝の気持ちでいっぱいです。私が活動を始めた当時、自分が人と比べて劣ってることに、すごく辛い思いをたくさんしました。人より努力しないとその人に追いつけないと、努力はたくさん、しないといけないと今までそう感じながらやってきました。何度もこの日ぶつかって、何度も音楽をやめようとそう思ったことがありましたが、その度に、たくさんの方が、背中を押してくれて、今もこうしてこの場所に立つことができています。あの時諦めなかった、自分を少しは褒めてやりたいなと思いますし、あの頃の自分に、一曲書きたいなと思って、あなたのままでという曲を、書かせていただきました。次の7月22日発売のアルバムの、メイン曲ともなっている曲です。この前から、YouTube に PV がアップされました。ぜひ聴いていただきたい曲になります。皆さんも普段生活している中でも、仕事をしている中でも、人と比べてしまって自分が情けなくなってしまうこととか、自分は人より劣ってるんじゃないかとか、そういうことを皆さんも経験したことがあるんじゃないかなと思いますし、これから先もあるかもしれません。だけど、この曲を聴いて少しでも何か感じていただいて、こう感じてるのは自分だけじゃないんだなということを感じていただけたらすごく嬉しいなと思います。皆さんに歌詞が届くように歌いたいなと思います。聴いてください。あなたのままで。
という曲をお届けいたしました。いつもライブの時は時間があっという間に過ぎるなと思うんですが、もう平日がもうなんでこんなに時間が経たないんやと思うぐらい時間が経つのが遅いんですけども、また土日、ライブさせていただきますが、今日は、私次の曲で平山奈美最後の曲になります。そこをなんとか思いましたけどね、まだ歌っていたいんですけども、次の桜井優香ちゃんにバトンタッチしたいなと思いますので、ぜひこの後も楽しんでいただけたらなと思います。最後の曲に行く前に少しだけまたお知らせがあるんですけども、先ほどから何度か言わせていただいております、7月22日に平山奈美3枚目のアルバムを発売いたします。本当に1枚目のアルバムを出せることすらもう奇跡だと思っていたのに、まさかあの3枚目のアルバムを自分が出せる日が来るとは本当に思っていませんでした。本当にここまで応援してくださった皆さんのおかげです。これからも前へ進んでいきたいなと思っております。まずは3枚目のアルバムをぜひ受け取っていただきたいなと思いますので、7月の22日ここから近い京橋アーボさんというところでレコ発ワンマンライブが決まっておりまして、このチケットが残りわずかとなっております。もうあと10枚もないぐらいなので、ぜひとも1枚受け取って7月22日 CD をゲットしに遊びに来ていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。そして定期ワンマンライブ、開催させていただいておりまして、毎月第2金曜日の夜に開催させていただいております。平日の夜でなかなかお忙しい中だと思いますが、ぜひ遊びに来ていただけたら公開しないライブを、させていただきますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そしてもう一つ大きなワンマンライブが決まっております。もうずっと告知をさせていただいておりますが、来年2019年の1月13日、ありがとうございます。皆さん一緒にやっていただいてありがとうございます。来年の1月13日に梅田トラッドという場所で300人のワンマンライブが決まっております。本当にやっと大きな会場で、ライブをさせていただけるようになりました。もう本当になかなか CD が売れない時期や、なかなかチケットが売れない時期もたくさんありました。だけど皆さんのおかげでここまで来ることができました。ぜひ来年の1月13日フルバンドでお届けしますので、1年に1度しかほとんどフルバンドをさせていただく機会がないので、この機会にぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。7月の3日から先行予約が始まりまして、7月の7日リンクパピリオにて一般発売が始まります。ぜひチケットをゲットしていただけたらなと思います。このチケットを、買ってくださった先着150名様に、先ほど歌わせていただいたあなたのままでのピアノバージョンの CD をプレゼントいたします。もう本当にプレゼントにはもったいないぐらいのいいものができましたので、ぜひとも受け取っていただけたらなと思います。7月7日チケットを受け取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当に今日は楽しい時間を過ごさせていただきました。よく皆さんに本当に今日もいい歌歌ってくれてありがとうとか、本当に素敵な言葉をいただくんですけども、本当にその言葉をこっちが言いたいぐらいで、本当に元気をいつももらってます。これからも皆さんの、楽しみになれるように頑張っていきたいなと思いますので、ぜひこれからも応援していただけたらなと思います。最後に歌わせていただく曲は、私の原点でもあるストリートのことを書いた、路上の歌という曲をお届けしたいなと思います。地道に努力することが大切だと路上ライブに教えてもらいました。路上ライブは今日もねやってる、アーティストさんがいらっしゃいますが、もう本当に大変で、もうこんなに素敵なステージ、そして音響さんやこんないい機材が置いてるわけではなく、一人で、ストリートに向かって、一人で、歌うんですけども、本当にストリートには、
応援してくださってる皆さんがいないとなかなか厳しいものがあります。ぜひこれから、ストリートで誰か歌ってるのを見つけたらぜひ応援していただけたらすごく嬉しいなと思いますし、私のストリートライブもぜひ遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなと思います。それではストリートライブのことを思って書いた曲を最後にお届けしたいなと思います。聴いてください、ラジオの歌。悔しい泣きしない
できない日たくさんあるけど、心配ないから明日頑張ろう。できなかったこと、いつの間にかほらできるようになる。成長してるよ。未来がどうなるのか誰にもわからないし、過去は変わらないから、もう思い悩まないで、頑張らないで。私がそばに。